皆さん、おはようございます。ではまくは金太です。忙しい人こその煮込みレシピを紹介します。忙しい人でも煮込みレシピいっぱいあります。鍋の場合は赤ワインの煮込み牛肉の配布。豚肉のプルーンの赤ワインに、あとはまあ牛肉のラグ、あとはレンズ豆の煮込み、あとはバスク風煮込み、あとラムと春野菜のトマト煮込み、羊のカレー煮込み、シュークルート、あと白いんげん豆のトマト煮、あとはまあ豚肉のビネガー煮込み、鶏肉はクスクス、あとスープもいろいろ、パイ包み焼きグラタン、あとはビールにクリームにフリカッセ、あとココナッツ煮込みとかビーンズ煮込み、あとブイヤベースも簡単です。はい、イカスミとか、あとはギリシャ風の煮込みも美味しそうです。フライパンでも簡単に入れます。はい、豚肉の煮物とかミートボールのトマト煮、うちでやってますね。鶏ブレッド、キノコのトマト煮、あとはシーフードカレー、サーモンのクリーレモンクリーム煮、あとはまあ蒸し料理も簡単です。イクの蒸し煮とか、クランベル風タジン鍋、あとはワイン蒸し、その他もろもろ、オーブンでも簡単に焼けるものも満載です。あのブレーゼとか、サーモンとキノコのマスタード煮込み、どれもおすすめです。オイルサーディンもおすすめです。以上です。バイバイ。